赤星せよ赤星マシマシチビーよいしょお願いします、はい、ガツ盛りラーメン、うん、バンブル西浦店ということで埼玉市続きます埼玉市ですあいいですね地元ですわねはいさん、まあ西浦駅ですけども、うん、私浦和出身なんですが、うん、西浦和って初めておりました実はあそういうもんなんですねなかなか西浦和ってね使わないですうんで東川口にもバンブルと同じ会社のラーメンあるんですけども、うんうん、二郎系としてはこちらのガツ盛り肉スタバンブルさんだけですトランスフォームしてるわけですね、はい、まあそうですね、まあ、ちょっと、はい、肉の日、うん、バンブルあバンブルってそういうことですね、はい、バンブルビーですねそういうことです肉の日肉増し無料ということで行ってきました、はいはいこちらですねラーメン、うん、ザ・混ぜそば肉スタ・味噌スタ・バラスタとあるんですが、うん肉スタとバラスタの違いはですね、うん、ロース肉かバラ肉かの違いですなるほどはいわかりやすいで、季節商品ってのありますよね、うん、今回私が選んだのは3月31日までの商品、うん、ちょっと待ってくれよ、ええ、今撮ってるこれが3月31日じゃないかはいそうですなので、うん上がった頃にはもうありませんという商品です、ね、おいおい歴史動画かよどうしてもこれをあーでもすごい食べたかったんですよこれはすごいですね、ねえこのチーズ、他のマッツももちろん全部マシマシビタマックスビタビタのマックスということらしいですねはいコールの名称特殊なんですが、うん、店内にちゃんと見本があってですね、うん、もう6段階ぐらいに分かれてるので、食券を渡すときによく見てください、うん、なるほどねはい、すごいこれラーメンとは思えんねラーメンとは思えませんが粉チーズがたっぷりそして炙りチーズが下の部分ですね、うん、なんかフィンランド料理とか言われても信じるよなあのシュクメルリとかありますねギリシャ料理ねあのあたりで、やってますが、うんてっぺんにねこ油に混じってこの肉そぼろっていうのも入ってますんで、うん、肉味噌か肉味噌が入ってます、はいはい、いいですねこれはいろいろとねエネルギッシュな二郎系ですね、うん、はいで食べようとしたんですがちょっと、はい、箸をミスってはいりますねそのままいきますはいじゃあこの、ね、肉増しの豚ですね、まあ肉厚じゃないんですが、うん、本来肉増ししようとすると150円かかるんでこちらが無料なのはやっぱりね肉の日様様2回はずっとやったんですもんねそうですねはい、はいはい、他のラーメンにも混ぜます、うん、で炙りとろけチーズで香ばしくてとろけてるんです、ね、これはすごいですね、まあ、そして油肉味噌ですね、うん単体でも美味しいんですが、うん、もっとねマシマシしてあちこち麺と混ぜて食べたいなともう食べちゃったっすもんねはいはい、お野菜は熱い熱いあもう湯気がねまずちょっともう歪みます顔がねもわもわどんどんいきます、スープです、とてつもなく濃厚に見えますよね、うん、意外と癖がないですねちょうどいいこってり加減ですね、うん麺薬剤で迎えてくれますねお迎え上手なスープでございますお、はいでこれ忘れがちですこれ味噌ラーメンですよ、はい、あそうか味噌ラーメンか、はい、味噌なんですもやしとの相性が非常にいいですねあ肉味噌もそうねそういうことよ合うわ合うんそれはここでですね、はいはい、ちょっとミスった箸諦めます新箸ね完結すんじゃん完結あしましたなんと、うん、食べやすいんですよ、ね知ってるよ。何千年越しの橋レビュー。それが完結の答えでした。はいね、食べやすい、ということで麺量こんな感じになってます。はい、太麺と中太麺となんとグラム数違いまして、でこれでなんか中太なのかな。どっちなのかな。どっちですかね。僕はこれストレートにも見える。なんか何グラムなのかな。それは注文の時分かんなかった。はい、分かんな聞かれなかったっす、ね、ああなるほどなんでこれは調査中というふうに、ね、熱いですあ、はい、熱いんですねとにかく、まあ、なんせねドロドロしてるんでなるほどスープが、はい、そのなんかマグマっぽい熱さになってくるのが、まあ、ちょっとうまいかなとなるほど、ね、僕的には激熱な あれ好きなんで、うん、スープも、まあ、熱いとねうまいっすかねずっとそうでどんどんチーズも、チーズもとろけてくるので、うんとろつやな美味しさが美味しいいいですねこれはあ、はい、いいですねニンニクシャワーでね、こうやるときに香りがもう立ち込めるから、これがうまいからね大流起こしてね大流起こしますよ、ギュ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 ッとねでちょいからニンニク、粒さも平均的なんですが、うん、やっぱ味噌ニンニクというねこの存在はやっぱりやっぱニンニク外すわけにはいかないでしょと味噌ニンニクねわかるでしょということなんですよしょっぱレベルね。じゃあ確認しますが、はいお気づきの方もいると思いますが、うん、4.5 なんですね。お気づきの方？すごくしょっぱそうに見えてしょっぱいですよ。あ、黒いもんな、すごい。
ただまあ味噌ラーメンなんで、うん、一応醤油系のね調味料入れすぎないようにはまあしてますから。まあ結構辛いし。そう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 。うん、で味噌チーズの美味しさからまあ醤油チーズの美味しさ。これもううまいからね。変化してた。チーズってすげえからな。いやそうなんだよな。塩チーズもうまいし、ね。うん。あ何がけでもうめえじゃん。ね。黒胡椒。ああ。もちろんこれは美味しいです、ね。うん。その後白胡椒。うん。ね。白胡椒。白胡椒。はい。カトムキャス。あ、へえ。ガーリックパウダー。すげえ。これはマシマシ TV 初登場ですよ。珍しい。ね、いやちょっとどうぞ。パウダーチェックあります。一回。一回ね。やっぱり。いやガーリックレベル。ガーリックレベル。これがね、2なんすよ。100だろ。わかんないけど。ガーリックパウダーだからめっちゃ入れましたよ。めっちゃ入れました。なおそらくこれ、うん、本当はめちゃくちゃ強いんだけど、うん、もうちょっとここまでの味の濃さで麻痺してるな。濃さなのかな。多分、と思います。風味はすごい。まあ、最初のコールでね、ニンニクそんな入れなかったよって人は、うん、後で、まあこれ追加もできるよと。確かにマジ珍しいですね。これないよね、ギャバンってね。見たことなかったですけど、ね、おとり皿とかもらったけど全然使えませんはい、そのままいきます、はい、さあ、というわけでマシマシレベル、うん、野菜豚力ニンニクレベルがちょっと高い86.93 ということですね、はい、辛みを91にしました。なるほど。マイルドとかは言いましたけど、うん、やっぱり味噌なんで、うん、味噌そのもののうまさと濃さがあるんで、はいはいはい、やっぱ味噌ラーメンの美味しさってそこですよね。あ、そうね、濃さだから。そう、うん、使う味噌によってかなり、表情も変わってくる、うん。まあ、今回はこのチーズにすごく合う味噌だったのではないか。いい、なんかすげえいいですね。そうなんですよ。いやーここね、うん、ただその西浦和駅っていうのが僕はまあ降りたことないって言いましたけど、うん、あの車では通ったことある何度。なるほど。やっぱり、うん、なんでかっていうとですね、うん、このちょっと先に人工の湖があるんですね。人工の埼玉市にある西湖という。西湖彩りの湖。 あ、そうですそうです。あー、これ、サイコと聞いて、うん、パスって言わなかった人結構珍しいです。あ、本当ですか、はい、サイコ、彩りの湖。あー、ちょっとそれはパスしちゃいましたね。すいません、本当に。サイコができた時、サイコパスって流行ってなかったの、言葉。だけど、新しい人たちは、サイコって聞いたらやっぱ、はいはい、なるほどね。みんな、桜の名所とかで遊びに行くんだけど。うん。まあ、最高ですもんね。でも埼玉市、はい、最古の湖ではない。おーい、そうなんですよ。さあ行こうかってなるってことですか、はい、すいません、ちょっとおじさんなんで。これが最後になります。おーい、といったところで、ね、はい、バンドでさ、ごちそうさまでございます、はい、おじさんチャンネル。ごちそうさまです。Thank you.